テラリアとは、掘る、作る、戦う。遊び方はまさに無限大のものづくりアクションアドベンチャー。新たな素材やまだ見ぬ敵を求めて、広大なマップを自由に探索しよう。まずはキャラクターを作ろう。さまざまなパーツを組み合わせて、自分だけの個性的なキャラクターを作ろう。ワールドはランダムで作成される。いろいろなワールドで冒険を楽しもう。R1 ボタンで画面上部の持ち物スロットの道具を使用する。ブロックなどの素材は自由に設置できる。武器や道具、素材などはメニュー画面で持ち物スロットへ入れることで使用できる。わからないことがあったらガイドに聞こう。ガイドはゲーム開始時、プレイヤーと一緒にスタート地点に出現する。他にもナースや商人といったキャラクターがワールドを訪れる。作業に適した道具を使っていこう。スティックで方向を定めて掘ってみよう。掘ったり切ったりしたアイテムは近づけば自動的に入手できる。手に入れたブロックなどを使って自分の好きなように再配置が可能。右カーソルの操作では、右スティックを押し込み、オートモードとマニュアルモードを使い分けよう。オートモードではスティックを入れた方向を自動的に掘ったりできる。マニュアルモードはより細かい作業に適している。さらに地下深くへと進むと何が待っているのだろうか。まだ見ぬ未知のエリアや貴重なお宝が発見できるかもしれない。魔物たちは昼夜を問わず襲ってくるぞ。右上のライフがなくなると倒れてしまうので注意しよう。さまざまな武器で襲い来る魔物を倒せ。家を作るためにどんどん素材を集めよう。
家の床や天井などを配置してみよう。家は建てたい場所があればどこに建てるのもプレイヤーの自由。カーソルモードをマニュアルに変更して正確に配置していこう。作業台や松明などを配置。作業台があれば壁の材料を作成可能。木の壁がたくさんできたのでこれを使って壁を作ろう。木の壁を持ち物スロットに入れて配置していこう。同じように作業台で木の扉を作ってみよう。扉を設置する場所を確保。これで玄関が完成。机や椅子を設置することでより部屋らしく。部屋をたくさん作ることで NPC が次々とワールドにやってくる。魔物の襲撃から身を守るためにもまずは家を建てることから始めよう。オフラインでは最大4人、オンラインでは最大8人のマルチプレイに対応。ものづくりアクションアドベンチャーの世界を堪能しよう。テラリア5月23日発売。